さんどうも、橋本でございます。前回に続きまして、ウラズノフ祝典序曲の解説を始めていきたいと思います。3回目の今日は114小節目から172小節目までを解説していきます。114小節目からテンポプリムを初めのテンポに戻ります。で、最初はフォルテで頭打ちになりますので、1拍目3拍目の B、A はいずれもダウンで弾くようにしてください。最初から弾きますと、全てダウンで弾くようにしてください。で、119小節目からは最初のピアノの F をダウンから入って、あとはもうストレートで弓順で弾いていただきたいと思います。このクレッシェンドはたっぷりと、次も同じですね。このようなボーイングとなります。続いて132小節目からのボーイング、最初はダウンから入って弓順となりまして、次の小節は斜線が2つになっていますので、ここは16ボーグの刻みになります。間違って取れ元で弾かないように注意してください。そしてポジションはハーフポジションと第1ポジションを中心にまとめて取っていただいて構いません。下手に A 線1歩で無理に取ろうとすると、ポジションに余分な跳躍が出てきてしまいますので、もう確実にハーフポジション第1ポジションで取っていただきたいと思います。ゆっくり弾きますと、ここまでよろしいでしょうか。で、138小節目、140小節目のポジションはアーフタクトの R を開放で取れば、ハーフポジションでまとめて取ることができます。ここはもう確実にハーフポジションでまとめて取るようにしてください。で、ここからのボーイングなんですけれども、138小節目をダウンから入って弓順で弾き、139小節目の全音符がダウンになります。で、そのまま弓順で弾いてしまいますと、140小節目から2小節間が逆弓になっていってしまいますので、全音符のベーをダウンで弾いた後、次の四分音符のベーをダウンで弾き直しを行っていただきたいと思います。もう一度138小節目から通していきますと、その後と同じですね。次は音量はピアノになります。ここまでこのようなボーイングとなります。147小節目のボーイングは2つのパターンを説明します。まず1つはダウンから入ってストレートで弓順で弾く方法、これが1つ目の方法になります。で、2つ目は2拍目4拍目を全てアップアップと弾き、ダウンアップアップダウンアップアップの繰り返しでいく方法があります。このように取っていただいても構いません。そしてポジションですが、今ハーフポジションで全てまとめて取ったんですけれども、3拍目と4拍目のツェーでツェーで音を1音ごとに移弦しないといけないというデメリットが発生しますので、これを解消するために、で、最初のデーは解放で取ります。で、ツェーでのスラーを第2ポジションで合わせ1本で取って、1音と取った後、次のツェー S も合わせ1本で、1音と取る方法があります。もう一度弾きますと、取っていただいても構いません。148小節目のボーイングは最初の全音符の D をダウンで入った後、あとはストレートで弓順で弾き、最後のピアノの8音符の F はアップで終わる形となります。このようなボーイングとなります。で、153小節目のポジションですが、アス・ベイのスラーを第2第3の中間ポジションで A 線で1、4とまとめて取っていただいても構いませんし、あるいはあえて移弦して4、1と B を合わせて取っていただいても構いません。で、こちらで取った場合は、次のアス・ゼは第1ポジションで4、2と取る形になります。で、その後 B、Z になりますので、ハーフポジションに戻って1、4、最後の B ですは同じく合わせ1本で1、4と取る形になります。もう一度両方のパターンでゆっくり弾きますと、もしくはどちらかを選択していただきたいと思います。で、154小節目から3小節間は148小節目から3小節間のボーイングと同じ形になります。で、語源の方なんですけれども、156小節目最後の S をオクターブ下げて、この
この語源の S で弾いていただいても構いません。158小節目、160小節目はいつでもピアノになりますので、両方ともボーイングはダウンで弾くようにしてください。その後162小節目から2小節間のポジションを説明します。最初のアイス、ジスのスラーは第2、第3の中間ポジションからスタートして、アイスを A 線で4で、ジスを R 線で1とまとめて取っていただきたいと思います。で次の A、ギスなんですけれども、ここは第3、第4の中間ポジションで A を2で、ギスを0線で1と取ります。ここまでよろしいでしょうか。でその後アクセントがついているハーは第4ポジションを使って0線で4と取ります。でギスで再び第3、第4の中間ポジションに戻して1で、 A、ギスはポジションは変えずに2、1と R 線で取っていただきたいと思います。この小節をゆっくり通していきます。この小節はこのようなポジションとなります。163小節目のポジションは最初のチスを R 線で1で取ります。で A ギスになりますので、再び第3第4中間ポジションで2、1と取った後ハーが出てきますので、第4ポジションで D 線で4で取っていただきたいと思います。でアクセントがついているギスはポジションを変えずに G 線で2で取っていただきたいと。で再びハーになりますので冷静に戻して4で、最後のギス、フィスは第2第3の中間ポジションで冷静で4、1と取っていただいても構いませんし、あるいは最後のフィスのみアーセンに移ってギスを1で、フィスを第4ポジションでアーセンで4、このように取っていただいても構いません。こちらで取った場合、次の小節の A はポジションは変えずにアーセンで1で取る形となります。163小節目の後半のポジションを両方のパターンで通して演奏します。もしくはこのどちらかを選択していただきたいと思います。最後にもう一度162小節目、163小節目をゆっくりしたテンポで通して演奏します。最初はフォルテでディミネンドになっていますので、最初ダウンから入ってストレートリーに順で弾いていただいても構いませんが、最後171小節目がアップで終わる形となります。でアップで終わるのがどうしても好きになれないという方は、少し変則的なボーイングになるんですけれども、169小節目、170小節目のセーゲーでアップアップと弾き直しを行っていただいても構いません。その場合で通していきますと、このように弾いていただいても構いません。はい、今日はここまでとさせていただきます。終盤に説明しました162小節目から2小節間の16音符はこれも速いフレーズになりますので、必ずゆっくりしたテンポから練習するようにしてください。特に最初のアイスの音を普段の練習で A 線で押さえて取るということはそうそうありませんので、慣れないポジションで押さえる場合はその音を長く伸ばして音程がしっかり合っているかどうかも確認を行っていただきたいと思います。今日の動画はここまでとなります。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ではまた次回。